後に聖戦と語り継がれたシュバリエたちの物語。無料ゲームがここまで進化した。史上初、天空城システムによりプレイヤーの領地が自由に移動できる。もちろん領地の育成要素も充実。領主であるプレイヤーはシュバリエを雇用し育成する。ステータス設定やスキルの習得など自由度の高い育成が可能。強者となるか弱者となるか、それはプレイヤーの育成次第。戦士、騎兵、グリフィンなど全50種類以上の兵士ユニットとシュバリエを組み合わせて最強の部隊を作れ。育成したシュバリエは戦艦に乗り込み戦場へ。プレイヤーの指示一つで戦局が大きく左右されるユニットごとのターン制バトルを採用。歴史に刻まれる戦いがここに始まる。セイクリッド・シュバリエ。